どうもこんにちは、寺井です。今回はですね、バイバーグッパーはビジネスの始まりに過ぎない、その先にあるものはというタイトルでお話しさせていただけたらと思います。皆さん、お気づきかなと思うんですけれども、いつもとね様子が違うというかね、場所が違うという形になります。今ね W 大阪というホテルにねステイさせていただいておりましてですね、そこからこの動画ですね撮らせていただいております。 W 大阪館内のね様子こんな感じになるんですけども、ポップとこのラグジュアリーがいい感じにこのミックス融合したというような形でですね、すごい素敵なホテルになっております。 W なんとかグループというんですかね、W 大阪とか、あとは W ロンドンとか W バルセロナとかですね、世界各国にあるホテルなんですけども、日本初上陸がですねこの大阪の心斎橋という形になっているようです。まあ、本当にですね素敵なホテルなのでですね、大阪に寄られた際はですねぜひ泊まってみていただけたらと思います。そんなね、素敵なホテルから今日ねお送りさせていただけたらと思っているんですけれども、この、ね、バイマグッパービジネスの始まりに過ぎない、その先にあるものはということでお話しさせていただけたらと思います。普段ですね、僕がねやっている物販ビジネスであるですねバイマ物販についてですね、この YouTube でメインでお話しさせていただいているんですけれども、今回はですね少し切り口を変えてですね、このバイマ物販を知って稼げるようになった後のお話させていただけたらと思います。そのバイマの出口戦略、このビジネスの展開ですよね、どのような未来予想図を描くことができるのかというところをお話しさせていただけたらと思います。僕のプロフィールはですね、まあ、こんな形になります。よろしければ見ていただけたらと思います。また今現在ですね、寺井の公式 LINE 登録者限定でですね、超有料級の寺井大輝バイマ初心者入門マニュアルをですね無料でお渡しさせていただいておりますので、こちらね受け取っていただけたらと思います。このバイマの始め方とかリサーチ方法、あとですね今ズバリ何の商品が売れるのかというところですね、ピンポイントでお話しさせていただいておりますのでですね、ぜひ受け取って、ない方はですね LINE アット登録していただいてですね、下記概要欄からですね受け取っていただけたらと思います。僕はですね今ハイブランドの物販事業だったりとか、その他ですね仕事としてはこのバイマのコンサルティング、マンツーマンの、バイマの個別コンサルティングだったりとか、あとはですねサプリメント、この、ね、アンチエイジングの物質である NML という物質をですね国産で作って中国向けに売っていくというようなねビジネスをやったりですとか、さまざまなね事業を行っております。まあ、その中でですね、このバイマの物販ではですね月収、月の収益としましてはですね、まあ、大体100万円程度ですねコンスタントに出せているといった状況になります。このような状況なんですけれども、今、申し上げた中のビジネスの中でですね、そのバイマ物販がですね一番初めに取り組んだ事業、になりました。その後僕自身としてはこの収益をね増やしていた形になります。このバイマから始まっていろいろな事業を行う中でですね、僕自身お金の稼ぎ方というものはですねどのようにすれば最も効率がいいのかというところ、またその後ですねどのようなルートをたどるのかですね、経済的にも時間的にもこの人生豊かに生活できていくのかというところですね、僕自身が導いた答えがありますのでですね、この動画で全て、お伝えさせていただけたらと思います。バイマで稼いだ後その先にあるものはというところで、お話聞いていただけたらと思います。では早速お話しさせていただけたらと思います。今回のねお話の流れとしましてはですね、その1、バイマではどれぐらいの収益をまず狙うことができるのか、その2、バイマアカウントの自動化、その3、B2C 事業について、その4、他の物販について、その5、コンサルティングスクール運営事業について、その6、M&A 事業について、7番、投資についてと、このね項目でお話しさせていただけたらと思います。で早速ですね、その1、バイマではどれぐらいの利益を狙うことができるのかというところをお話しさせていただけたらと思います。まずはですねこのね3ヶ月6ヶ月こういったねスパンに分けてですねお話しさせていただけたらと思うんですけれども、まずですねこの3ヶ月という期間なんですけれども、この期間ね頑張っていただければバイマアカウントの成熟を狙っていくことができます。僕自身はですね、まあ、会社員の副業としてですねこのバイマゼロから以前始めていったんですけれども、3ヶ月でですね僕自身の月収としてはバイマで28万円という結果を出すことができました。またですね今僕がやらせていただいている個別コンサルティングですね、このね生徒さんもですね、まあ、過去の、まあ、対談動画等も見ていただけたらと思うんですが、平均でだいたい 2,30 万円程度はですね3ヶ月で利益を狙っていくことができます。また過去にはですね50万円超えの生徒さんもねいたのでですね、それぐらいまでは最大狙えるといった形になります。こちら3ヶ月の内容になりますが、まあ、次に6ヶ月でねどれぐらい稼げるかという部分なんですが、これはですねアカウントの成熟に加えてですね複数アカウント運営だったりとか、ユーザー以さらに取り入れるなどの施策を行い収益を最大していくことがねできます。僕自身はね6ヶ月で月収100万円は達成しました。僕の個別コンサルティングの生徒さんはですねいろんな方本当にいらっしゃるんですけれども、例えばゆっくりとバイマをしっかり着実にやっていきたい中でこの6ヶ月間ですねしっかりやっていきたいという方でも大体30万円程度は稼げるようになりますし、もちろんこの100万円以上稼ぐ方も出てきます。皆さんのペースにはですねばらつきはあるんですけれども、大体普通に頑張って平均は50万円程度は6ヶ月で狙っていくことができます。他の物販
間よりも短期で実績が出ていくのが倍前になります。なぜね、こんな利益を上げることができるのかというところ、こういったからくりもですね、お伝えできたらと思うんですけれども、僕自身はですね、この倍前の中でもハイブランドに絞ってアカウント名を行っているんですよね。これが最大の理由になるかなというところになります。このハイブランドの商品、例えばエルメス、シャネル、こういったものをメインで扱っていくんですけれども、それらをですね、利益単価としては1取引で10万円だったりとか20万円、こういったものをね、超えていく案件も多々あります。ビジネスにおけるこの利益というものはですね、利益単価×取引回数という式で導かれていきますので、利益単価を上げていけば上げていくほどですね、有利です。この利益単価マックス、最たるものがですね、物販でいうとバイマのハイブランド物販になるというふうに考えます。またですね、この取引回数が少なくても利益を狙っていくのはですね、精神的にも肉体的にもですね、非常にいいんですよね。消耗しないということになります。やっぱ数百円のものを、ね、何回も何回も売ってですね、利益を出ていく。例えばですね、先ほどですね、まあ、大阪来たというところでですね、たこ焼きを食べていたんですけども、たこ焼き非常に美味しかったんですが、この例えばですね、このたこ焼き4個で600円だったんですけども、これをですね、何個も何個も売ってやっぱ100枚稼いでいくっていうのは非常に難しいことになるかなと思うんですよね。もう本当ね、おじさんもね、いい人でね、たこ焼きもね、とても美味しくてですね、まあ、本当に素晴らしかったんですけれども、ちょっと僕にはできないかなというようなところもね、同時にちょっと思ってしまったというところが本音になります。まあね、そういう形でですね、この利益というところにコミットするのであれば、このハイブランドを扱ってですね、利益単価をマックスにしていく非常に重要なところになるかなと思いますので、こちらも知っておいていただけたらと思います。このからくりの部分ね、お話しさせていただけたかと思います。数十万単位でですね、1回の利益が出ていく物販は他にはないのでですね、まあ、差別化としてですね、他の物販と比較した時の点としてですね、バイマと特にハイブランド物販といていただけたらと思います。その1ですね、バイマではどれぐらいの収益を狙うことができるのかというところをお話しさせていただきました。では続きまして、項目2についてお話しさせていただけたらと思います。項目2はですね、バイマアカウントの自動化になります。バイマのアカウントを成熟させたらですね、それをお金の生むマシンにしていきましょう。具体的にはですね、このバイマの出品だったりとか、買い付け作業、こういったところの外注化はもちろんのことですね、運営業務であるリサーチだったりとか、お客様対応、事務局とのやり取り、こういったものもですね、すべて外注化していきます。それによりですね、自分自身、あなた自身としてはですね、運営部隊の総括として管理業務を行うのみという形になります。僕自身はですね、こういったね、外注がかなり進めていてですね、運営部長の人間と週2回のミーティング、大体まあ30分から1時間ぐらいして、今のね、問題点とディスカッションさせていただいたりとか、あとはですね、このリサーチをたまに行うぐらいなんですが、こういった形でですね、月に100万円の利益をですね、出していくことができています。1日平均でいうとですね、大体1時間ぐらいの労働で月に100万円ぐらい稼いでいるというような状況になります。ここまで来るとですね、かなり楽になるのでですね、ぜひ目指していただけたらと思います。2項目目お話しさせていただきましたが、バイマアカウントの自動化になります。続きまして、バイマで稼いだ後の流れ、その3、D2C 事業についてお話しさせていただけたらと思います。この D2C ですね、割と皆さん耳にする機会、今日では多くなってきたのではないでしょうか。この D2C はですね、ダイレクトトゥーカスタマー、ちょっと発音悪いんですけども、ダイレクトトゥーカスタマー、ちょっとダメです。ちょっとすみません、英語得意な人、ジャッジしていただけたらと思うんですけども、つまりはですね、サイトを介さずに、自分自身がですね、ダイレクトにお客様に商品を届けるというスタイルのビジネスになります。バイマから派生して考えるのであればですね、バイマで扱っている商品をですね、このインスタグラムだったりとか、自社のホームページを立ち上げてですね、見てもらったお客様に直接届けるという形になります。こうしていけばですね、このバイマの手数料なしで販売していくことができますし、自社のホームページでですね、ショップを募って、今のバイマのようにですね、手数料ビジネスをですね、自分自身が行っていってもいいですよね。僕自身はですね、もちろんこのハイブランドの D2C もやっているんですけれども、プラスアルファですね、僕自身はもともと薬関係の仕事もしてて、このサプリメントも詳しかったっていうところだったりとか、中国向けにコネクションが結構あったというところで、前からやりたかったサプリメントの事業があったので、この場合まである程度稼いだ中でですね、それをプラス元種にしてですね、そっちの事業も起業して、こっちのねサプリメントの方も D2C をしているという形になっています。このようにですね、自分のバックボーンと親和性がね、高い事業にですね、倍まで安定収入を得た後にですね、チャレンジしていくのもいいですよね。D2C を行っていくことでですね、このね、コストカットできてですね、この利益率を上げていくことができるので、非常におすすめです。倍まで稼いだ後の流れ、その3、お話しさせていただきました。D2C 事業について、になります。では続きましてですね、バイマで稼いだ後の流れ、その4についてお話しさせていただきます。正直ですね、僕自身もですね、過去メルカリとかアマゾンとかいろんな物販をやった中でですね、このバイマがいいというところで僕は今極めているというところなんですよ
このバイバのハイブランドやね、初めにやっちゃうとですね、一撃の利益単価がもう数万円っていうのがもう当たり前になっているので、このメルカリとかアマゾンとかでですね、一回数百円とか数千円だとね、どうしてもやっぱ物足りなくなってしまって、かなりギャップを感じてしまうかなというふうに思います。ただですね、まあ去年なんですけれども、僕自身がですね、バイバ物販以外の場で稼いでいる方をですね、コンサルティングさせていただいたという事例がありました。で、物販をね、ある程度その組み合わせていくっていうことはですね、爆発的に利益をね、伸ばしていくことにはつながらないんですけれども、一つね、複数の収入の軸というところで、まあリスクヘッジになるかなというところなので、人によってですね、やっぱ安定を求めるという方にとってはですね、まあ一つの選択肢なのかなというところで共有させていただけたらというふうに思います。ただですね、まあこのね、物販の中で何が一番おすすめなのかというところを聞かれたらですね、まあ僕自身がもうまさにやってますけれども、このバイマのハイブランド物販がまずはもう一番おすすめというところでね、トライしていただきたいところになりますので、まあ、それからですね、その方向性というのを考えていただけたらという形になります。バイマで稼いだ後の流れその4お話しさせていただきました。他の物販に挑戦という形になります。続きまして、バイマで稼いだ後の流れその5、コンサルティングスクール運営事業についてお話しさせていただけたらと思います。ここもですね、まあ、僕自身もまさにやっておりますけれども、おすすめになります。自分自身がですね、このバイマで稼げるようになったらですね、その知識を誰かに教えることで対価を得ていくという考えはですね、非常に理にかなっていますよね。バイマ物販自体はですね、正しいブランド戦略をしてですね、正しい作り込みをして、正しい行動をして高値売りして利益を出していくという流れの中で、だいたい2、30万円ぐらいは稼いでいくことができるんですけれども、これがですね、無在庫で稼げるところの正直アッパーのところになっていきます。そこからですね、さらに100万円とか目指していくのであればですね、有在庫を積極的に取り入れたりとか、あとはですね、複数アカウント展開とか、こういったことをしてですね、あの手この手でどんどんこのアルゴリズムを突破してですね、収益を増やしていくという流れになっていきます。その中でもちろんどんどん売れていけば売れていくほどですね、当然このカード枠含めてですね、資金繰りが必要になっていきますよね。もちろんね、これ資金投入すれば投入するだけね、倍まで稼いでいくことできるんですけれども、それも無限ではないですよね。これもちろんですね、まあ数ヶ月で2、30万円稼げる、半年頑張れば100万円狙っていけるというところでですね、これ自体は非常に価値があることかなとは思うんですけれども、それ以降ですね、まあもちろんこの収益をね、どんどん上げていく方向をね、倍まで自体も打っていく必要はあるかなと思うんですけども、その過程でですね、まあプラスアルファといったまあ、あれですけれども、ビジネスだったりとか遊びがね、一緒にできるね、仲間もこういったコンサルティング運営をする中で増えていってですね、人生が自分自身豊かになっていくという可能性もありますよね。まあ、僕自身もですね、今ここ、まあ、大阪いますけれども、2ヶ月前ぐらいかな、その時にですね、もう大阪来たんですよね。その時には元コンサル生だったりとか、現役のコンサル生とかですね、夜飲みに行ったりしました。その時はですね、もちろんバイマのことだったりとか、ビジネスのこととか将来のこととかいろいろ話したりしてですね、まあ、とても楽しかったです。でね、その飲んだ後の僕とモンサル生がですね、一緒にね、サウナ泊まってですね、そこではまたちょっと3時、4時ぐらいまでずっと話したりとか、そういったこともあったりしてですね、非常にまあそういうのって楽しいですよね。まあこういったことがね、あったりしたんですけれども、こういった形でですね、僕自身がね、本当旅行好きなので、まあ各地行った時にコンサル生とかと会ったりとか、元コンサル生と会ったりとか、そういったこともしています。前回の大阪のね、お話させていただいたかなと思うんですけれども、あまり今までね、こういった動画とかでも言ってなかったんですが、今のコンサルティングをしている中でですね、こういったプライベートだったりとか、ビジネスでもずっと付き合っていけるような仲間をね、探すような感覚で行っている部分もね、大きいものがあります。人間はまあ一人では生きてはいけないですね。生きていけたとしてもですね、まあ、楽しくないですよね。ビジネスもね、一人ではできません。こういったね、コンサルティングを通じて、まあ、いろんな人と出会ってですね、その中で自分自身も刺激を受けて成長していくようなね、中でですね、人生は豊かになっていくんじゃないかというふうに僕自身考えている部分があります。コンサルティング自体もですね、確かなビジネスの輪を広げていくことができればですね、まあ、とても面白いのでですね、皆さんもぜひ倍まで稼いだ後のルートとしてですね、視野に入れてみていただけたらと思います。続きまして、前まで稼いだ後の流れその6、M&A 事業についてお話しさせていただけたらと思います。 M&A と来たかというところでですね、何を喋るんだというところ、まあ、気になっている方多いかなと思うんですけれども、こちらね、お話しさせていただけたらと思います。バイマのね、アカウントのみならずですね、一つの事業で収益を上げていくことができたらですね、その事業っていうのはですね、 M&A としてですね、売却していくことができます。この評価額っていうのはいくらで売れるかということなんですけれども、それはまあ時期とか業態とかにもよったりするんですけれども、最低でもですね、1年間の総利益の大体3倍ぐらいで売却することができます。まあ、例えばですね、まあ、年間100万円の利益を出すことができたらですね、まあ、300万円で気になる企業だったりとか個人に売却することができるということですね。じゃあどこで売るんだ、どこで買うんだってとこなんですけども、有名どころで言うとですね、まあ、日本 M&A センターだったりとか、トランビとかスマートとか、こういったね、事業売却の専門サイトも有名どころでありますし、今ならですね、まあ、YouTuber の、まあ、島袋社長って方がいるんですけども、島袋社長がやってるですね、まあ、M&A
ェイバンク、こういったものもですね有名になってきていますよね。こういったところでですねマッチングを図っていくという運びになります。まあ、僕自身ですね今売却を目指している事業が2つほどありですね、まあ、売上をね拡大できたらというふうに考えています。そしてね事業売却による利益キャピタルゲインっていうんですけれども、まあ、ご存知の方もねいらっしゃるかと思いますが税金が2割程度しかかかりません。資産というものはですね不動産だったりとか会社だったりとか時計とか車こういったものいろいろありますが個人資産として現金を得たいというものであれば売却というねエグジットが一番お得なんですよね。会社、この、ね、どれぐらいで売れるのかというところだったりとかどこで売るのか買うのかというところねお話しさせていただきました。あとはですね現金を得るということだけに関しては税金がかかる割合が他に比べても圧倒的に少ないので非常にね売却というのは有利というところもね知っておいていただけたらと思います。もちろんねどんなね事業を売り買いしてそれを売却したりとか買ったりとかしてもいいんですけれどももちろんバイマのアカウントというものもですね売り買いできる可能性があります。バイマで収益を出してですねその事業すなわちアカウントを売っていくまたですね売られているアカウントがあったらそれを自分が成長させて売っていくこういったところもね面白いです。あとはですね逆にになるか分かんないんですけれどもバイマで稼げた金額を元手にですねある会社を買ってそれを育てて売っていくこういったこともですね面白いですよね。例えばですね年間利益100万円ぐらい出てるね小さい個人の商店みたいなのを買ってですねこれも100万円ぐらい出てるんだったら300万で自分は買うとでそれを年間利益200万だったりとか300万にね自分がその手こ入れして頑張って業務改善していってですねそれを例えば300万にしました。そしたらそれを900万で売ったりとかしてですね300万で買ったものを900万で売るみたいな、まあ、こういったねこともね面白いことになっていくかなという形になります。まあ、僕自身はですねサプリメントの話ね、まあ、何回もしますけれどもこの事業はですね自分が一からも起業してですね作って最終的に売却していこうっていうさっきの、ね、2つあると言ったやつの1つなんですけれどもこれはですね今思えばですね自分が一から作りましたがどっかお手頃な企業があったらそれを買収してですねリニューアルしてそこからも育ててもよかったかなというそっちの方がまあスピード感あったかなというふうにちょっと考えたりもしていて、まあ、今からやる皆さんはですねそういった企業を買ってそこから育ててって売却していくっていうところもですね視野に入れてもいいんじゃないかなというふうに考えています。先ほど申し上げたですねトランビとかスマートとか日本 M&A センターとかこの辺りマッチングサイト見てみると非常に面白いかなというふうに思います。まあ、これねバイマで稼いだ資金を元手に参入していくかバイマのアカウント自体をこういった市場に出していくかというところをお話しさせていただきました。バイマで稼いだ後の流れその6 M&A 事業になります。ではですね最後にバイマで稼いだ後の流れその7をお話しさせていただけたらと思います。この項目はですね投資についてお話しさせていただけたらと思います。投資と聞くと皆さんどのようなイメージをお持ちでしょうか。怖いたりとか、まあ、危険だなとこういったことを思っている皆さんはですねもしかしたら知識不足かもしれません。まあ、投資について学ぶとですねあそうだったのかとじゃあ怖くないじゃん場合によってはですねあ正しくしっかり理解すれば、まあ、怖くなかったんだというふうにね理解していただけるかなというふうに思います。お金持ちでですね投資をしてない人はまずいません。まあ、そもそもね投資とはなんですけれども自己投資だったりとか株式投資事業投資だったりとか不動産投資とかいろんな投資があるんですけれども今回はですね株式投資という意味合いでお話しさせていただけたらと思います。皆さんが、持ってる、お金日本円ですよ。まあ、日本の方ね見てる方多いかなと思うんですけれどもその日本円、皆さんどうしてますか。大半の方はですね三菱 UFJ だったりとかみずほ銀行だったりとかゆうちょだったりとか、まあ、みずほ銀行はね結構トラブル多くて、やばいっていうのは結構有名になってきちゃってますけどもメガバンクだったりとかこういった銀行にですね皆さんね大抵はね銀行に預けているかなというふうに思います。お金はですね銀行で塩漬けにしているということがね一番もったいないことなんですよね。銀行の金利はですねもうスズメの涙程度、スーパーもないですよね 0.0 何とか、そういったスズメの涙程度ですしただでさえですね今は円安がかなり進んでいることもあってですね日本円の価値っていうのは、どんどん下がっていっています。それをね外貨だったりとか成長産業を呼んでね投資することができればですね資産を増やすことができますよね。そんなの分かってるわとでも投資したら損するかもしれないやと、思ってる方いらっしゃるかなというふうに思います。それねもう本当ね僕も昔そういう風なモヤモヤと言いますかこういったね不安抱えておりましたので非常にわかるんですけれどもここでですねほぼほぼ 100% 年の確率で投資で損をしない方法をね僕ら教えさせていただけたらと思います。それはですねインデックスファンドに投資をするということになります。インデックスファンドというのはですね簡単に言うとですね一つの会社にズバッと投資するのではなくてですね複数の会社の平均に投資をするというようなことを指します。これ例えばですね米国の代表的な500社の平均に投資できるですね EMAX SLIM 米国株式というものがあったりするんですけどもこういったものはね楽天証券で買うことができます。これはですね超おすすめです。
ほぼほぼ 100% の確率で損をしないと申し上げたんですけれども、これはですね、年単位で見れば上がったりとか下がったりとかあるかもしれませんが、過去のどの20年で区切ってみてもですね、下がってるというタイミングがないんですよね。平均するとですね、年間 6% から 7% 程度増えていきます。こういったインデックス投資はですね、EMAX Slim、米国株式、これもですね、まあ、ごく一例ではないんですけども、こういったね、インデックス投資について学んでいく価値はね、非常にあるかなというところになります。これはいいことを聞いたと、すぐにね、こういったまあ証券口座、この SBI でもいいんですけども、楽天証券でも、こういったね、証券口座作ってですね、EMAX Slim、米国株式購入しようと思われた方ですね、ぜひもうすぐに、今すぐやってください。これはね、本当にね、すぐやるべき行動かなというふうに思います。ただね、元本はですね、もちろん大きければ大きいほどですね、こういった 7%、6% というね、成長に対してですね、利益というところも大きいのでですね、やはりこういったバイマとかビジネスで始めてってね、稼いでいきつつ、こういったインデックス投資もしていくというところがおすすめになります。バイマで稼いでいって、仕入れ資金とかカード枠とかあるので、そういったビジネスの資金というのを取っておく、あとは自分自身が日本円で生活していく現金というのもある程度残しておく、こういったところはね、確実に確保しつつですね、それ以外の余剰資金でインデックス投資をしていくのが、まずはとてもおすすめになります。倍まで稼いだ後の流れその7、投資についてお話しさせていただきました。以上になります。いかがでしたでしょうか。倍まから始まってですね、この M&A だったりとかインデックス投資の話までですね、飛躍してですね、幅広いお話今回させていただけたかなというふうに思います。過去ね、僕はこんな動画を出しております。こちらになりますが、黙っていましたが40歳で引退しますという動画になります。経済的自由、ファイヤーというワードですね。今では少しずつ有名になってきたワードになるかなと思うんですけれども、自分自身がですね、何もしなくても、このファイヤーという状態になればですね、必要なお金がもうチャリンチャリンと毎月入ってくるというような状態になります。僕自身もですね、40歳の時にはですね、この状態を目指しております。それについてね、どういうふうに具体的にそういった状況になっていくのかっていうところね、お話しさせていただいておりますのでですね、見てない方ね、ぜひ概要欄から貼っておきますので見ていただけたらと思います。お金についてはですね、正しく知るということが非常に重要です。お金そのもののね、教育だったりとか、稼ぎ方だったり、増やし方だったりとか、こういった守り方とか、こういったところも含めてですね、学校では教えてくれないですよね。だからですね、大人になってからですね、こういった自己投資としてですね、稼ぎ方を学ぶだったりとか、増やし方を学ぶだったりとか、こういったところのね、お金に対しての学びっていうのはですね、非常に大切だというふうに考えます。今回のね、動画はですね、倍まで稼いだ後ね、どのような未来予想図が描けるかというところでですね、あ、こんな道があるんだというところで楽しんでいただけた方も多いかなというふうに思うんですけれども、お金のことしっかり学んでいくというところですね、本当に学校では教えてくれないところなので、それをもう一度ね、学び直すというところもですね、大切だよということもですね、この動画を通じて伝えたかったメッセージになりますので、そちらも受け取っていただけたら嬉しく思います。はい、じゃあ最後まとめになります。今回はですね、倍まで稼いだ後の展開ですね、その内容について幅広くお話しさせていただきました。今回お話しさせていただいた項目としてはですね、全部で7項目ありました。1つ目、倍まではどれぐらいの収益を狙うことができるのか、3ヶ月で20万円から30万円程度、5ヶ月で平均50万円程度、100万円以上も可能という形です。2つ目、バイマアカウントの自動化についてお話しさせていただきました。こちらも運営のアシスタントを入れてですね、こういったお客様対応だったりとか、リサーチ、事務局の対応、こういった運営業務も管理、アシスタントが外注化していけばですね、こちらも1日1時間程度で100万円程度狙っていくことができるというところも知っておいていただけたらと思います。その3、D2C 事業についてもお話しさせていただきました。こちらはですね、ブランド品物販やってるのであれば、仕入れるルート、この力を用いてですね、こういったインスタグラムだったりとか、ホームページを作成してダイレクトにお客様に届けるというところの展開も、倍まで稼いだ後の道筋としてありだよねというお話しさせていただきました。続きまして4番、他の物販についてもお話しさせていただきました。こちらはですね、僕自身がですね、メルカリとかアマゾンとかいろんなね、物販をやってきた中で、倍まをね、今やっているという状況の中で、やっぱり高値売りができるだったりとか、無在庫でできる、こういったね、メリットが多いよというところでお勧めさせていただいてはいるんですけれども、爆発的な成長にはつながらないにしろ、リスクヘッジにはなるよねというところで、他の物販をやっていくのはね、一つの選択肢じゃないかなというところで、4つ目も他の物販についてお話しさせていただきました。続きまして5番目、コンサルティングスクール運営事業、こちらもですね、倍まで稼げるようになったらその知識に基づいて教えさせていただく、その対価を得ていくという中でですね、こういったコンサルティングスクール運営事業展開も一つの選択肢だよねというところをお話しさせていただきました。その6、 M&A 事業について、こちらもお話しさせていただきました。こちらはですね、1年間の利益かける大体最低でも3倍ぐらいの値段で売れるというところですね、知っていただけたかなというふうに思います。それを、ね、仲介するサイト、日本 M&A センターだったりとか、スマートとか、こういったサイトがありますよというところも紹介させていただきました。もちろんね、バイマのアカウントというものもですね、そういったところにですね、売り手がいればこういった取引していける可能性がありますので、バイマのアカウント自体をその市場に出していっても面白いですし、バイマ物販で稼いだお金をもとにですね、他の自分がやってみたいというような
のね事業を買収してそれを育てていくというところも面白いよねというところで M&A 事業についてお話しさせていただきました。こちらですね、売却時には税金が安いというところもお話しさせていただいております。最後は投資について、こちらはですね、いろんな投資がある中でまずはその導入として何がいいのかというところをお話しさせていただきました。まずは証券口座を作ってですね、インデックスファンド S&P500 の指標のものを先ほど紹介させていただきましたけれども、イマクシスリム英国株式とかですかね、そういったものを皮切りにですね、こういった投資についてもですね、学んでいくといいだろうというところになります。こちらで7つ内容になります。まとめも長くなりましたけれども、幅広くお話しさせていただけたかなというふうに思います。最後まで見ていただきありがとうございます。動画のコメント欄ではですね、動画のしてほしい内容を募集させていただいております。ぜひコメント欄にコメントしていただけたら嬉しいです。また概要欄にはですね、私が過去教えてきた生徒さんへのインタビュー動画だったりとか、倍まで稼ぐための方法を解説した動画を載せさせていただいておりますので、ぜひそちらも合わせてご覧いただけたらと思います。あとはですね、公式 LINE アットを追加していただいた方限定でですね、寺田駅倍ま初心者マニュアルというものをですね、無料で配布させていただいております。こちらですね、リサーチの方法、アカウントセットアップの方法、またはですね、今何が売れるのかというところズバリ教えさせていただいている有料級の資料になりますので、こちらもぜひ受け取っていただけたらと思います。それではですね、今後もこのようなバイマに関する投稿させていただいていきますのでですね、この動画いいねと思った方はですね、高評価とチャンネル登録、あとは通知が届くベルマークボタンですね、こちらも押しておいていただけたらと思います。それでは今回こちらで動画は終わりとなります。最後までご視聴ありがとうございました。失礼させていただきます。